こんばんは。こんばんは。7月19日火曜日のスポーツトゥデイです、はい、今日はプロ野球のオールスターゲーム第1戦が西武球場で行われました。試合後早速日本ハムの広瀬達郎選手が駆けつけてくれました。どうも今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。よろしくお願いします。そして解説は山崎博之さんです。山崎さんこんばんは。よろしくお願いします。今日1戦目あったわけですね、はい、お疲れじゃないですか今。いやあんまり疲れるほどやってませんでも今年のオールスターは、初出場が18人ですか。そうですね。そういう意味でフレッシュな感じですよね。そうですね、はい、こういう見どころもたっぷりあるんじゃないでしょうか。そうですね。やっぱり年々こう若返ってきてるなっていう感じはしますよね、試合の方はフレッシュで、そして、熱のこもった試合となりました、はい。それではオールスターゲーム第1戦の模様を山崎さんの解説でたっぷりとご覧ください。最年少の4番バッターという期待がかかってますが、まあ、関係ないですね、そういうことね。僕なんか実力ではね、やっぱり一番下ですから。松井選手はかなりイラブ投手のことを意識してるようだけど。そうですか。イラブ投手はどうですか。もうスタンドまで打ってくれていいからピッチャー返しだけやめてください怖いから今日はね、イラブの球を受けるからね、ちゃんと取れるかなって、それが心配です。今年はインタビューしてくれます。いや僕の調子悪いからインタビューしてもらえないんじゃないかと思ってドキドキしてるんですけど。いやそうそうたるメンバーやなと思って、なんかドキドキウキウキしてね、いい選手いっぱいおるでと思って、すごい楽しみで、今日まで来たんで、で勉強するとこは勉強して楽しくやっていきたいと思います。ホームラン競争出ないから本番でしか打てないけど、まあ一本落ちないなと思ってますね。まっすぐ勝負で来るピッチャーが多いっていう話を聞いてたんで、とにかく 1-2-3 のタイミングでとにかくホームランを狙いたいと思いますけど、今年はなんとかねヒット1本打つように頑張ります。だからもうきっちり終わってくれれば一番いいですけど、とりあえず0点に抑えたいですね。このバッターとの対戦が楽しみだっていう人はいますか。そうですね、噂の4割打者とはねちょっと当たってみたいなと思いますけどね。毎日ねテレビで見るような人がいるわけでしょ。二軍とはそれは違いますよ。今日は VP 取るとしたら何をどんな形で。やっぱホームラン一発含むタイムリー2本ぐらいじゃないですか。それで決まりでしょ。さてここ西武球場では7年ぶりという夢の球宴、両リーグを代表する役者が揃いました。試合前には恒例のホームラン競争が行われ、注目の松井も出場しましたが、10スイング中スタンドに入ったのは2本だけでした。さて両チームのスターティングメンバーです。セリーグは松井が史上最年少の4番に座りました。一方パリーグは話題のイチローほか、夢の160キロに挑戦、ロッテのイラブが先発です。さあそのイラブは立ち上がりまっすぐで押してきます。先頭バッターの和田をレフトフライと、まずは順調な滑り出しでしたね。そうですね、短いですからねオールスターはね。続く野村は平凡な内野ゴロでしたが、これをファースト清原が弾いてワンアウトランナー一塁。しかし3番オマリーは154キロのストレートで空振りの三振。そして松井との注目の対決が早くも訪れました。イラブはね、とにかくこの松井をストレートで三振取ってやれっていうような感じの投球でしたよね。初球これ156キロなんですね。で2球3球とフォークを使うんですけれども、4球目これ空振りするんですけどね、これが153キロですよね。そしてもうここからは勝負球ですよね、はい、5球目が156キロですね。ほとんど真ん中なんですけど、やはりちょっと振り遅れかなという感じですね。早かったですよね。本当に早かったですね、はい、そして6球目これはもう低めのボール球なんですけれども、151キロのストレートがややこうお辞儀してるかなというような球でしたね、はい、松井はセカンドゴロに倒れセリーグは無得点。イラブは3回を無失点に切り抜けました。もうできすぎじゃないですか、はい、もうゼロに抑えたことがね、やっぱり自分でも嬉しいですから。さて1回の裏パリーグの攻撃はトップバッターのイチローから、セリーグの先発は巨人の斉藤です。これは左中間への打球になるんですが、レフトのブラックスが取れませんでした、これ記録はエラーなんですけれどもね、よく打球も伸びてますしね、エラーはちょっとイチローにかわいそうかなって感じしますよね。これで一気に三塁まで進みます。がっかりという感じがしますが、続く松永はライト前へタイムリーヒット。イチローがホームに帰ってパリーグが先制します。そして3番の佐々木を迎えます。
佐々木に対してストレートでどん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 押してきたんですが、それをファウルされるんですね。やまなく外からのカーブが甘くなったところをホームランされるわけですけどもね、あの普段使ってるシンカー、フォーク、こういうボールを最初放んなかったですね。そうですね、はい、はい、夢の球宴ならではということでしょうか。佐々木のツーランホームランでパリーグが3対0とリードを広げました。打った感触いかがでした？ちょっと粘りすぎたんでね斉藤さん悪いと思ってね、でなんとか、打って気持ちよかったですね。やっぱりね、あの打つって地元で、ね、初めてなんでね、よかったと思ってます。セリーグは2回から阪神のルーキー薮がマウンドへ。3回には清原を空振りの三振に仕留めるなど新人らしからぬピッチングを披露します。2イニングはよく放ったんですよね。そうでした、3イニング目にちょっとでしたが、また4回には第2打席を迎えた松井がこの回から登板の大栄吉田豊彦からヤイトワイへ、これがオールスター初ヒットとなります。しかし後が続かずセリーグはこの回も無得点に終わりました。パリーグはその裏、秋山です。秋山がね、1打席目にカーブをヒットしてるんですね。はい、これ2打席目初球カーブが大きくボールになった後のストレートなんですよ。それがまあど真ん中、秋山が一番バットが素直に出るところへ放ってしまいましたけどもね、これオールスター、しかし見事な当たりですよね。本当ですね、10回目の出場にして初のホームラン、これでパリーグ4対0です。ナイスホームランでしたね大嘘で初めて見ましたね。え、大嘘で初めて打ちましたね1号だったんですね。ねえ、なかなか打たせてくれなかったですけどもね、今日薮君はちょっと打たせてくれるみたいですね。やはり相手投手の一番いい球っていうのを常に狙ってるんじゃないかと思いましたけどね。そうですね、はい、セリーグは5回、横浜の畑山が左中間へのツーベースヒットで出塁します。そして巨人の村田がこの当たりです。これはね、インコース低めのカーブですけど本当にうまく打ちましたね。低めのボールを拾って打ったという感じですよね。なるほど、レフト前へのタイムリーヒットでセリーグはようやく1点を返しました。そして5回、セリーグは3人目の桑田がマウンドへ。清原との KK 対決を迎えますが、結果は平凡なショートフライ。今日の清原は全くいいとこなしだったですね。そうですね、4打数ノーヒット。そしてパリーグはこの後トラクスラーがレフト前へタイムリーヒットを放します。これで5点目を挙げます。続く吉永にもタイムリーが飛び出し、大栄勢の活躍でパリーグが6対1とリードを広げ、試合は後半戦へと続きます。 We've got it! Sports today! 約束の日だ。この日を待っていたぜ。ついにこの日が来たな。さあ、見せてもらおうか。アンディバナ、その日まで生えるように増やしていく。期間指定増毛マープレックス。今回はあいつの勝ちだな。ああ、マイチング。サートネイチャー、ますますカズアシ。戦うグリップ G グリッド新登場。ポスタープレゼント実施中。ブリッジストーンニューヒーロー宣言。今年の山崎ナビスコカップを僕たち3人が盛り上げます。新しい感動に会いたい。山崎ナビスコニューヒーロー宣言。ヒーローはいつもここから生まれてくる。 J リーグ山崎ナビスコカップ開催です。新しい感動に会いたい。山崎ナビスコ。さあ6対1で試合は後半6回の裏、パリーグはこの回先頭のイチローがヤクルト岡林からセンター前へヒットを放します。これがオールスター初ヒットとなりますが、これ肘の抜き方がうまいですよね。タイミングちょっとずれてるんですけどもね、さすが4割バッターということでしょうか。そして打席には大栄の松永、左中間を破ります。一郎が俊足を飛ばしてホームイン。これで7対1とゲームは一方的。こうなると期待がかかるのは松井の第4打席、西武新谷との対決でしたが、松井はあえなくファーストゴロ、快音を聞くことはできませんでした。
松井選手のホームランというのも一つ楽しみであったんですが、バッティング好調のパ・リーグはその裏ピンチヒッターオリックスの小川にもホームランが飛び出し8点目。最終回は近鉄の赤堀がセ・リーグを三者凡退に抑え試合終了。パ・リーグ特に大栄の打棒ばかりが目立ったオールスター第1戦は8対1とパ・リーグの圧勝に終わりました。選手自身がね、やっぱりこういう舞台でパシフィックのいい野球をやろうという一つの結果だと思いますけどね。若い人もよくやりましたし、まあ、特に大栄勢がね、素晴らしいバッティングをしてくれましたし、また大栄に限らず他の選手たちも名前は行き渡ってないけれども、それだけの力を持った選手がパーリーグじゃないかと思いますけどね。一方、完敗に終わったセ・リーグの野村監督、今日は向こうのいい面が全部出た、セとパの野球は違うよと勢いのあるパ・リーグに脱帽の様子でした。なお、この試合 MVP にはホームランを含む3安打と大活躍を見せた大栄の秋山選手が、また優秀選手賞には西武佐々木、ロッテ伊良部、大栄松永、阪神薮の4選手がそれぞれ選ばれています。セルフ球場ね、久しぶりにやったんで気持ちよかったです。今日はサイクルヒットのですね可能性がありました。最後どうでした？風太くんがね、打たせなかったです今日ダイエホークスみんなねよく打ったし、これを後半にね繋いでいきたいと思いますけど、というオールスター第1戦だったわけですが、まあパリーグの本当にダイエの大活躍が目立ちましたね。そうですね、今日はね、なんかオールセントラルとダイエっていうような感じでね、まあ、セントラル、パシフィックの方が14アンダーしてるんですけれども、そのうちの11本がダイエの選手なんですよね。ですからこういったバッティングをね見せられると、まあ、5回までセントラルは村田がキャッチャーマスクかぶってたんですけども、あのバッティングを見せられるとやはりジャイアンツはもう日本シリーズっていうのは当然頭にありますよね、はい、村田からすればまあ、ダイエが出てくるかセーブが出てくるか、その辺である程度こう選手を見てたと思うんですよ。あのバッティングをされたらね、これはダイエーとじゃきついかなっていうぐらいなね、そういう印象さえ持ったと思いますよね。これはベンチにいた長嶋監督もそうだと思うんですよ ね、 そうですね。しかも今日ジャイアンツの斉藤投手、桑田投手めった打ちを食らっていたんですけどね、ちょっと日本シリーズのことを考えると大丈夫かな、相手は大変じゃない方がいいかな巨人ファンのメッさんとしては心配ですね。そうなんですけどもねお知らせの後には広瀬選手を含め皆さんともう一度オールスターゲームについて、見てみたいと思います。 We've got it! Sports Today! 僕は朝と風の牧場のニュースです。風の牧場で生まれた子馬、風の王は元気です。今は母馬と一緒に放牧されています。仲間もできました。風の王は一番気が強いです。いい馬がいて、いい競馬がある JRA。 こうやって家族揃ってのお食事はいいわね。ところでママビリーホリデーが好きなんだけど、パパどう？そうね、コーラスラインかな。あ、母さんはボディーガードのケビンコスナーね。秀樹はどう？僕はラモスだな。そう、このようにうちはバラバラだけれど、ワウワウでつながっていますね。映画、スポーツ、劇、音楽、ワウワウ、お申し込みはワウワウの代理店へ。今プレゼントやってます。マイコン制御でいつでも適用、お手入れなしでフルタイム風呂タイム。我が家はみんな有名人、じゃのめの有名人。右見たらね、石毛さんはいるし、左見てね、辻さんいるしね、投げる方向には清原いるしね、やっぱりもう本当にね、その時点では本当にオールスターかなっていうのは、本当のなんていうかな、そういう気持ちかな。それでは改めて今日のゲストをお迎えします。日本ハムファイターズの広瀬哲郎選手って言ったら隣の秋山さんまで出てしまって
ようこそお越しくださいました、お二人とも。よろしくお願いします。はい、特に秋山さん、今ご飯食べてるとうちのスタッフが無理やり連れてきてしまったんですけれども。5分前まで食べてない。すいません。では、よろしくお願いします。残り時間いっぱいお二人に今日のオールスターゲームの感想についていろいろ伺いたいと思うんですが、平田さん、まず今ちょっとこう去年のね、初出場の時のインタビューを聞いてもらったんですけれども、やはり2年目になると随分こうオールスターって違うなっていうのってあるんですか？いや別に、去年はねちょっと緊張したんですけど、今年はなんとかね、ヒット打ちたいなと思って入ったんですけどね、なかなか今年もダメだったですね。そうでも守る方でいいプレーがありましたよね。ファインプレーもあったしね、それからは持ち味出した12球かな、ファール粘ってフォアボール出たり、あれなんか十分持ち味出てますよね。しかしね、今日思ったんですけれども、本当にパリーグの選手ってよく打つじゃないですか。でその中でファン投票でこう選ばれてスタメンが出るっていうのはやっぱりすごいことですね。もう本当にね、ありがたいって気持ちでいっぱいあったんです。だからそのファンのためにもね、頑張りたいなと思って入ったんですけどね、なかなかやっぱりね、慣れないことでね、やっぱり秋山君の隣にいるんですけどね、ホームランバッターがねたくさんいるでしょ、やっぱりその気になっちゃうんですね。なんとかホームラン打ってそれやっぱりMVP を狙うからなんですか？だからやっぱりどっかのちょっと力が入ってね、じゃないかなと。ホームランといえば、ホームラン競争の時にバッティングピッチャーを務めてらっしゃいます。あれはご自分で買って出たんですか？それね、まあそうなんですけどね。あ、そうなんですか。清原君に今日ね、悪いなと思ったの、ここで清原君ね、ちょっと狂わしちゃったかもしれない僕が。そんな気がしますか？気がした気がしちゃったこの石井君もね、石井選手も今日あんまり打ってなかったですね、そういえば。そうでした。本番だって清原がね、バット当たんないんですよ、今日試合前は特に MVP を絶対取るぞって、 MVP は俺のものだっていう感じでしたけれども、で、ね、清原君に渡すもんかっていう気持ちがあったかもしれないねそしてお隣の秋山さんに MVP が行ってしまったわけですけれどもね、はい、秋山さん、よかった気持ちないで、よかったね、秋山さん、初ホームランなんですね、オールスター。だからね、ヒロさん2年目でしょ、僕も10回出てで、初めてホームランですからね。じゃあ明日僕が打ったら追いつくってことですね。そうそうそう、ぜひ、どうせ一国ホームランなんか出てみて。そうじゃないですかオールスターはホームラン狙っても怒られないから。そうですね、でも逆にピッチャーも三振狙ってくるっていうのもあるじゃないですか。それとね、バッター若干有利なのはね、あんまり厳しいコースで放ってこないんですよ、オールスターの場合は。今日ちょっと厳しいとこ放られたけどね。あ、そうですか、大概怪我させたらいけないということで、外を中心になってくるんですよね。なるほどね。嫌なことを思い出させてしまって申し訳ないんですけれども、1回にすごくいい場面で決まっていらっしゃいましたよね。あ、そうですね。あの時は当然ホームラン狙ってましたか？いや、この場面ですか？この場面ですね。これは1回の裏、ちょっとね、試合開始がね、ちょっと遅れたんですよ、で今日この番組出なきゃいけないということでね、ここで僕が打っちゃうと、私これ試合時間長くなっちゃうんですよねテレビ東京のことを考えてくださっての、そうです、テレビ東京、そうです、いいよある凡退と呼びましょうか。自分としては感じは良かったと思ってますから、はい、ねえ、でそれが今度2回 の、 スーパープレーに結びつくわけですね。いや別に強引なの、ね、悪いとこばかりじゃなくて、いいところもぜひご覧いただこうと。そうでしょ、はい、これ早くね、撮ってアウトにしてテレビ東京に来ようと思ってすでにテレビ東京のためにという感じ。そうです、でもこれでも抜けていれば次の、誰でしたっけ、吉永選手でしたっけ。吉永選手じゃないですよ、大鵬選手、ツーベースヒット打ってますから、これ抜けてヒットになってたら、その大鵬選手のツーベースがタイムリーになってましたからね。そうですね、これは良かったかな、すごい。そしたらまたドリブルジャンプね、今日も全てスポーツデーに出ていただくためにいろいろと考えていただきましてありがとうございました。明日はぜひホームランを打っていただきたいと思うんですが、さて、お食事直後の秋山さん、顔赤いでしょ、やや赤いです。今日は美味しいお酒ですよねそうですね、まあ、せっかく選んでもらいましたので、ね、いい仕事ができたなと思いましたけど、いかがですか、山崎さん、今日ご覧になってて
ね、いや久々にね、秋山君のね素晴らしいバッティングを見ましたよね。まあ大体オールスターあんまり打たなかった人ですからね、うん、まあ 1打席目からいい感じで打ってたね。そうですね、1打席目 の、 レフト行った、はい、ヒットもカーブスライダーですね、うん、はい、これをうまく捕まえたんで、このカーブストレートっていうのは狙ってない。初球カーブがボールになったよね。スライダーがボールになったですね。その前ミスったらなんか結構まっすぐけど押したかな、うんうん、一番その秋山が得意とする高さの球だよね。ああそうですね、いや完璧な値だったもんね、うん、本当でしたね。その後もスライダーかな、あれ三塁線ベースだったって言ってやつ。あれはカーブですね、はい、見事ですよ。だからまた後半戦も大栄また楽しみだなっていう感じしますよね、うん、だから今日さっきも言ってたんだけど、巨人のね、長嶋さんもそうだし、村田もね、キャッチャーの村田もちょっと怖がってるんじゃないか、大栄がシリーズ出てきたら怖いんじゃないかなっつって途中までなんか大栄の選手が11本中10本ねヒット打ってたから、みんなすごいなとかって言ってたトラクスラーがもう2本打ってるんだけど、あと他の3人が全部3本ずつ打ってるわけだよね。吉永、秋山、珍しいですね。珍しいって言うのもびっくりしますね、はい、はい、で、あと1本3塁打出ればね、サイクルヒットでしたけど、それは狙ってましたか？いや、3塁打は多分無理だなと思ったんですけどね、うん、だからもう1本大きいのになりたいなと思ったんですよね。やっぱ風太君、ほら前1回やってるでしょ、あ、サイクルヒットね、うん、そうは簡単には来ないなと思ってましたけどね、はい、その通り、うん、そうですね、はい、じゃあ今日はパリーグの本当にいいところばかりが出たわけですけれども、ベンチの雰囲気っていうのはかなりこうワイワイガヤガヤ仲良くしてるんですか？誰か言葉が今パリーグの方ではベンチの中では対象格が誰？石毛、石毛さんなんでしょうね、うんうん、さんとかね、かなりこう若い人たちがベテランの皆さんにこうなんか聞いてきたりとか逆に教えてあげたりとかそういったこともあるんですか？どうですか？どうですかね。いや今日ね、選手っていうよりもね、田淵さんと星野さんにね試合前に会って、僕のことコーチだと思ってるんですよね。帽子を取ったら、はい、帽子を取ったら、田淵さんそんなこと言ってんですよ。本当ですか？いやもうそんな楽しい雰囲気でもう盛り上げていただいて、今日はムードメーカー、そしてナイスフィルティングということで、結構悔しがってばっかりだったですよ。そうですか、はい、じゃあまたそれを悔しさを明日に生かしていただくということで、ちょっとコマーシャルです。 We've got it! Sports today!花で分かった、色濃く香る熟成の焼酎レジェンド。虫除けスプレーの効き目って汗で流れるみたいですよ。サラテクトはパウダーイン、汗に強いから効き目長持ち。虫除けスプレーサラテクト新発売。お肌もサラサラ。カルカロ、カルカロ、カルシウムとベータカルチンが歯に入った体シャキーン。カルシウムとベータカロチン、日常のカル&カロ一度に取れる。もっと楽しい空の旅を JAL ドリームエクスプレス、8月1日国内線に就航。ディズニーグッズ当たります。私に子供らしいは大人の勝手。ビグディ子供服のファニーから自由が丘店。やっぱ作ると安上がりだね。今日は鍋だよ。ワインもう一本買おうよ。もう一本って誰が買うのよ。プロミス。今日は随分蒸し暑い中でプレーをされたということで、試合後のビールはさぞ美味しかったと思うんですが、若い。でも、あれですね、本当にこう初出場の選手が18人ですか、松井選手とか、イチロー選手とか、ご自分たちからちょっと上の年代から見ると、ああいう選手たちってどんな感じで見てますか？自分が出た時もそうだったのかなという感じで見てましたね。
でも10回か、そうかなとかいう感じですね。そうですね、10回ですもんね。清瀬さん、イラブ投手をね、セリーグのバッターがほとんど打てなくて、あれやっぱり相当な速さだし、すごい球なんですね。改めて感じましたけど。そうですね、やっぱり初めて立った人はね、スライダーが140キロ台ですからね、ちょっと困ってるんじゃないかなと思いますけど、フォークボール、140キロ台。そうなんですよ、今日はカーブ投げたかったね。うん、カーブ。まあ、あのセントラルのバッターがね、あれだけ速いボールを見てないから、パシフィックのバッターは一応イラブと対戦してるから速さに、まあ、慣れるまではいってないけれども、見てますからね。ですから、まあ、最初こう度肝を抜かれたんじゃないですか。そこを刺されちゃったって感じですけどね。そんな感じでね、完全にストレート狙ってて、なおもそれでも詰まってたもんね。もう詰まっちゃうんですよ、うん、思いっきり振ってもそうなんですよ ね、 そうなんですよね。パリーグのその力の凄さを感じたんですけれども、ね、あのいかがですか、いや、さんも初めてご覧になったんですね。イラブ投手の間近で見たの初めてだったんですけど、はい、あれバッターボックス絶対立ちたくないなっていうような感じですもんね、うん、本当に158キロが清原選手との対戦で出た時に新幹線のこうホームのところにいたみたいだって言ってましたけれども、やっぱりそういう感覚ですか。どうなんですかね、僕みたい打者にはそんな158キロ持ったのも出さないですよ。でもあの実際にこのペナントレース中にそのロッテのイラブ投手と対戦することはもう何度もあると思うんですけど、そういう時はどういうことを考えて普通に立つわけです。僕はね、あのイラブ君数字的にはね結構打ってるんですよ、4割近く打ってる、ちょっと変なヒットばっかなんですけど、あのあんまり打つ気になっちゃうとダメなんです。あ、黙って立ってよ、ここである程度散ってくれてフォアボールで逃げれるとか。そうです、黙って立ってる。明日のセリーグのバッターの皆さんに黙って立ってるというポイントを教えていただきましたけども、秋山さんはいかがですか、対イラブ対策。そうですね、打とうと思ったらダメですね、やっぱりね。そうなんですか、ボール球でもなあの追っかけ出すって結構三振多いんですよ、僕は。そういうものなんですね。立ってればフォアボールなのになっていう。しかしでも最初そんなにフォアボール多くなくなったよね。そうですね、だいぶまとまってきだしたよね、うん、あれだけの速いボール放るからバッターとするとついついその力んでしまうんだね、それが逆にマイナスになっちゃうんだと思うんだね。まあ、それにしても早いですよね。今日イラブを最初に見て後のピッチャー全然早いと思わなかったもんね。本当に死んですよね。それでも145キロとか6キロ出てるピッチャーいたんだけれども全然速く感じなかったね。今日は本当にね、なんかイラブイラブイラブっていう感じでしたけれども、明日対戦したいピッチャーっていますか。ちなみに、セリーグの先発は山本正弘と中日の正弘投手ということなんですが、中日の2人出てくるし今中投手もね当然出てきますけれど、いかがですか。どうですか、自分のことで精一杯です。人のことはあんまり。秋山さんはいかがですか。何回か対戦したことあるんですけどね、うん、まあまあ明日もまた楽しみにね、今年調子いいんでね、はい、うん、2日連続の MVP どうでしょうか。明日もどうですかね、暑いですからね、名古屋は。もっと暑いかもしれないですけど、その分球場があの小さいんで、ホームランで狙えるかもしれないですけど、狙ってください、というわけで、明日のオールスター第2戦、名古屋球場で行われますが、先発はオールセントラルが山本正弘投手、そしてオールパシフィックがオリックスの佐藤義則投手と発表されています。ちょっとコマーシャルをご覧ください。 We've got it! Sports Today!でかいカー用品店オートウェイ、タイヤが安い。ブリヂストンコンセプト8450円、横浜 M5 21500円、交換本数1日600本。オートウェイ、ゼナーで元気、ゼナーで元気、キーキメンのわけはムイラプアマ。ムイラプアマなど12種類の生薬配合、日本の元気ゼナ、対象製薬か。グリコ最有機幼児シリーズ牛乳方針、むにゃ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 、ヨーグルトの極、ヤウ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 、元
気な子供のグリコ幼児牛乳飲むヨーグルト。グリコ。シンクパッド、シンクパッド、シンクパッド、シンクパッド。IBM で一番小さいカラーノートパソコンは、世界で一番小さい。シンクパッド、シンクパッド、シンクパッド、シンクパッド。IBM PC。失敗。ください。キリンラガービールをください。何を飲んでるの？ミスタービール。キリンラガービール。うまい。麻婆チーズ。麻婆チーズ。ナッツ、豆板醤、麻婆。おいしい元気。本当の中華。麻婆チーズ。クックドゥの麻婆チーズ。味の素。บริการ KDD Family Talk มีส่วนลดอีก 10% ทั้งวันและโทรหลัง 5 ทุ่มจะได้ส่วนลดเกือบ 50% หมายเลข 001 สิคะ ญี่ปุ่นの国際電話は 001 KDD メガネの愛玩自由農家本店7月16日オープン。目黒通り中根交差点横。いいメガネに会える。メガネの愛玩自由農家本店オープニングセール実施。メガネのここでサッカーのニュースをお伝えしておきます。 J リーグプレシーズンマッチの結果です。名古屋グランパス対ブラジルのパルメイラス、そして浦和レッズ対パラグアイの、オリンピアとの対戦です。2試合続けてどうぞ。先制したのは今日もパリ